とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、極、天を貫くと、これを、変身禁止縛りでやっていきます。ダウンロードコンテンツ第3弾で、変身禁止のクエストが出るので、それの練習だね。ちなみに装備は、これをしてます。武器がこれ。スキルが、バトル中の人間キャラ1人ごとに攻撃力が 20% ずつアップ。4人なので 80% 上がります。で、さらに、生身の召喚メダル。人間の時の攻撃力が 80%。合計で 160% 上がってるよね。さらに、ズラモヒカン。人間キャラ1人ごとに攻撃力 15%。計 60% がね、上がるってやつです。で、さらに防具で大英雄のマント。素早さが 13% 回避成功の時に上がるっていうやつだね。最大 100% まで上げることができます。さあ、いけるのでしょうか。とりあえず行ってみます。はい、ボス、着きましたね。道中金色の敵を倒すのがちょっと苦戦した。うん、あのバリアがやっぱ苦戦するよね。さあ行きましょう。まあ基本的には5体いるところにあんまり突撃していかない方がいいね。うわー、結構硬い。こいつは硬いぞ。まあちょっとめんどくさいドルルーから先にやる感じで行こうか。いや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 、なかなか辛いぞ。あ、来た、ワンダービーム。まあとりあえずここでスピードをマックスまで上げようかな。そこそこマックスぐらいまで上がったでしょう。どこだ。とりあえず1体ずつしっかりと倒していかないとこれはやられる。よし、この無敵の武器を使って、ああもう無敵切れた。とりあえず1体ずつだ。まずはドルルーから。まああの新しいねクエスト、あれのプレイ画像みたいなのを見たけども、やっぱ何体か3、4体と一緒に戦ってたもんね。なのでこういう状況は全然ありえるんで、ここで慣れとけばいいよねって。お、強い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 、きついきついきつい。よし、もうとりあえず1体ずつだ。やばやばやべ、変身できないって本当に辛いんだね。よし、ドルドル持ち、オッケー。もうちょいだ。1体ずつね潰していければだいぶ楽だから。おーし、次でドルル倒せる。あ、いった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 。とりあえずスピードを上げて、ドルルどこ、あ、いた。おっしゃ、ナイス。で、アキコさんあたりを次倒そうか。よっしゃ、もうとりあえず回復はこのポーズを取っていくやつ。お、トさんの方が減ってるな。トさんから行こう。おーし、なかなかやらせてくれないね。よし、とりあえずここでスピードを稼ぐ。よし、だいぶ来たよ。ぬるぬんとさん来た。あぶねえ、とにかく殴れ殴れ殴りまくれ。やばいやばいやばい。よい、誰かやられた。ちょっと頼むよ、頼むぞ。3体ぐらいでボコボコにされるとなかなか減る。よし、トさんを仕留める。ここで
よっしゃ、オッケー。あと3人、次はアキコさんいきますか。よし、オッケーオッケーオッケー。ちょっと上がってきてるよ。おいった、ライトニングプーだな、今のは。ライトニング結構ダメージ食らう。よし、あぶねーあぶねーあぶねー。あいった、ライトニングダメージ食らうって。うーし、ちょっとみんなも頑張れ。これはいけるぞ、この感じだと。うん、オッケー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 。まあちょっとずつ減らしていこう、ちょっとずつでいいから。よし、じゃあプーじゃない、ライトニングプーはちょっと注意。やぶね、うーいしょー。よし、もうちょいだ、オッケー。回復も入れて、タスキアンをこの次だな。スターダストとかわけわからんことするな。よしよし、アキコ倒した。次ハスキアン、フーは全然減ってないな。よし、回復もしっかり入れてってるよ。あ、うわ、いった、ライトニング。でも本当このポーズの回復、夢見る少年少女の回復は素晴らしいね。ちょいちょいちょい後ろからライトニング打つな。あれもクリティカルだったら相当痛いよね。よし、来た来た来た、ライトニング来るよ。よっしゃ、オッケーオッケー。素早さも7割ぐらい上がってるかな。よっしゃ、オッケー、 100% いったでしょう。 100% 上がった。これでガシガシいく。よし、回復も入れるよ。よし、いい感じ、いい感じの攻撃速度、減らせる減らせる。よし、オッケー、倒す。いやー、結構出る。倒した、オッケー。あとプーだけ。もう1人になればね、1体になればもう大したことないから。よっしゃ、ボコボコだ最後。よっしゃ、ライトニングプーを避けて、攻撃力も食べ物で上げてから、もうボコボコだ、みんなボコボコにしてやれ。よし、オッケー、ライトニングプー避けた。まああれさえ避ければ全然いけるから。よし、ま、次のターンぐらいかな、倒せるのは。とりあえず攻撃速度は 100% を維持して。あれ、俺別に避けてないんだけどなんか避けた感じになったね。よっしゃ、またんかい。よし、なかなか最後の最後避けるね。避けるっていうか逃げるっていうか。よし、避けれた、避けれた、避けれた。よし、攻撃力もアップさせて、次だね、次のターンで倒す。で倒すからちょっとスピードも上げて攻撃力も上げる。よし、もうちょっとだ。よし、ナイス。よし、ライトニングプーは避けていく。逃げるな逃げるな逃げるな。もう終わりだ。よし、変身なしでいった、やれるもんだね。クリアです。まあ若干時間かかったけど全然いけたね。犬特命隊撃破です。それではまた出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。
そいや